と。あのね、もう。ごめんね、急に。バイバイ。なあ、ちょっといいか。そうね。ちょっと。そういえば。
いや、けど。ごめんなさいね。なあ、ちょっといいか。いやいや、
なあ、ちょっといいか。なあ、ちょっといいか。渋谷でございます。
い。帰るか。なあ、ちょっといいか。奇遇だな。
僕だ。この1週間調べてみて分かったことがある。それを君にも共有しておこうかと思ってね。まずはマルキ自身のこと。大学時代から認知科学の研究を進めていて、大体知ってるだろう。マルキの研究には出資者もつき、新建設される大型の研究施設にも招致される予定だったけど、ご存知の通り招致は実現せず、研究もある時期を境に打ち切られている。かもね。けどもしかしたらそれだけじゃないかもしれないけど、認知科学の研究を取り上げられた理由、他にもありそうな気がしない？誰かの都合で邪魔されたとかさ。まあマルキの経歴で調べられたのはこのぐらいだよ。はっきりしたのはマルキ本人が言ってた主張、認知科学で人を救うってのが本気だってこと。現実を歪ませてまで夢を叶えたんだ彼。相当ご満悦だろうね。ああそうだ、これも共有しておくよ。そのマルキが歪ませた現実についてだけど、死んだはずの若葉や奥村、彼女らは本当に生きていることになってる。単純な幻や認知存在じゃなく、本当に生きてそこにいるってこと。死んだって事実がなかったことになってるとも言えるかもしれない。元の現実と同じように世間を騒がせてはいたみたいだけど、指導は国家転覆を企てた罪で一人捕まってる。つまりこの現実じゃ僕や君は大した罪は犯してないってことだよ。マルキがどうやってここまで現実を歪めたかはわからないけど、少なくともここはマルキが言うように僕らにとっても都合のいい世界みたいだね。マルキの言う現実は一生奴の手のひらで生かされ続けるってことだ。そんな生き方はごめんだよ。自分の道は自分で決める。今までもこれからも。君はどうなんだ？見てきたんだろ、マルキの現実で過ごす仲間を。それを見て気が変わったなんて言わないよね。そうか、明日マルキの前でも答えが変わらないことを願ってるよ。情報共有は以上だ。じゃあね。明日どこか行くのか？明智と？お前ら最近ほんと仲いいな。もちろん悪いことじゃねえけどよ。なあ、お前が前に言ってたこと、我が輩の幸せがどうこうってやつ。悪い、何でもない。おやすみ。来たね。その様子だと君のお仲間は使い物にならなかったみたいだね。相変わらずぬるい関係だよね君たち。まあここでうだうだ言ってても仕方ないか。準備はできてる？
昨日も言ったように、行けばマルキと戦闘になる可能性が高い。まだのようなら、手早く済ませてきてくれ。比べて弾数が多いのがおっな、壊すんじゃねえぞ。それにすいいだろう。映画とかで使われてるやつのモデルだな。そうか、よし、どれにすな。買う、どうだ。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。どうも。まあいいけど。はい、どれ。風邪薬は飲まない方、決まったの。どうも。どうかな。さあ行こうか。どうも。ってお前ら、結局全員揃っちゃったね。お前もあいつに話があるのか。話っつうか、まであいつはいねえの。昼頃明智に会うとか言って出かけた。宗次郎が話があるならしばらくここ使っていいって。そうか。私さ、この前あいつに言われたんだ。本当にこれでいいのかみたいなこと。初めは何言ってんのかわからなかったけど、だんだん苦しくなってきて。私も一緒。それからずっと心に何か引っかかってるっていうか。今の状況に不平や不満はない。むしろ幸福そのものだ。だが心の奥底にあるこの感情は。あー、くそ、やっぱあれこれ考えるの苦手だわ。あのさ、俺らみんななんか大切なことから逃げちまってんじゃねえの。ずっと考えてたんだ、あいつに言われて苦しかったのって。あいつの言葉が正しいと思ったからなのかもって。でもなんかそれ認めんのが怖くてよ。
私ね、彼と話してる時に不思議な光景が見えた気がするの。そんなことあったはずないのに、なんでか目を背けちゃいけない気がして。私も同じだ。俺もだ。やはり俺たちは大切な何かを見失ってしまっているのかもしれない。そうなのかもしれない。でも思い出すのが怖いんだ。その何かに気づいたら今が壊れちゃいそうで。双葉、けどこのままでいるのも。私もだよな。あいつは俺らに何か伝えようとしてた。多分今もどっかで頑張ってる。それ見捨てて自分だけ逃げる真似はしたくねえ。俺が一瞬だけ見た光景の中にはあいつが、みんながいた。今あるこのつながりは確かなものだと信じたい。ここで何もしなかったらあいつとのつながりがなくなっちゃう。これも確かなことな気がする。我が輩は今幸せだけど、やっぱりこの状況を認められねえ。逃げんのはもう終わりだ。そうだな。やむを得ないね。よし。正体を見せろ。反撃の時間を与えた。弱点狙いは無理か。ペルソナ次で最後だ。そうか、よし。どうだ。残り1体。さあどう料理しようか。勝ったね。この程度か。この力があれば。もう邪魔はいないね。
ノリは良さそうだ。どうだ、調子を合わせておいた方がいい。その仮面、どう使うんだい？さて、宝箱だね。罠ではなさそうだ。この感じ、セーフルームだね。さあ、行こうか。おい、研ぎ澄ませ。よく来てくれたね。眠っているだけだよ。最初から危害を加えるつもりはないんだ。彼女の心が落ち着き次第思い出してもらうよ。自分望んでた姿ね。つまるとこ、自己満足のために他人を洗脳してるだけでしょう。そう思われるのは覚悟の上だよ。けどその自己満足でたくさんの人が幸せになるなら、君はこの1週間で仲間たちに会ったはずだよ。僕の作る現実は彼らの望んだ現実。そこでの仲間たちは苦しんだり、この現実こそが正しい現実。そう、それだけで君も同じように幸せになれる。君も見ただろう、仲間たちもこの現実を望んでる。そろそろいいかな。仲間や吉沢さんのためにも聞かせてくれ。交渉決裂ですね。そうか、君たちとはまだ分かり合えないんだね。うっそ。
てですか？こんなに辛いのに、それでも逃げちゃいけないんですか？かすみは、もういないんです。私のせいで、すみれのせいで、そんな現実には、戻れない！お願い、邪魔をしないで。出ないと、私は強情だな。これ以上口で言ったってわからないだろうし、やるしかないんじゃない？僕がやってもいいけど、無傷の方がいいんだろう。さっさと済ませてよ。聞いてくれないなら、私は戻れない。かすみを殺したすみれには聞いてもらいます。エルサー、メシャグジ様、いただいていく。ペルソナ！ペルソナ！そこか！サンドリア！やってやる！アクセリオ！勝負ありだね。どうして？先輩、ダメなんです。私はスミレには戻れない。先輩も見たでしょ、お姉ちゃんは私のせいで。どうして分かってくれないんですか？お願いだから。吉沢さん。君が望むなら
僕も力を貸そう。先生。君が霞でいられるように、もう君が苦しまないように、この力で。なんだ。彼女はあるべき自分を見失って苦しんでる。さあ示すんだ。もう二度と悪い夢を見ないように。いや、もう嫌なの。灰にまみれた居場所なんて嫌だ。まったく、優しさもここまで行くと狂ってるな。とっとと済ますぞ。あの場所にはもう戻らない。ここが私の居場所なの。僕のできる形で君を救おう。ち、完全に暴走してるな。まずは彼女のペルソナを止めるぞ。いただく。ザコを食ったのか。面倒だな。回復する前に倒すか。勝つのはこちらだ。行くぞ。壊れろ。ぶっ壊してやる。こいつは戻らないわ。惨めで悲しみに満ちた灰色の私には。わかるだろう。彼女にとってはそこまで受け入れがたいんだよ。こんな前座に手間取ってる場合じゃねえんだよ。くぞ。やらせねえよ。スカルのやつ、勝手に飛び出していきやがって。でも今回はそれが幸いしたみたいね。だいぶ待たせてしまったがな。あれって明智君に丸木先生。吉沢が吊るされてペルソナが暴走してる。どういう状況だ。わかんねえことだらけだけど、話は後だ。ジョーカー、今はあいつを止めりゃいいんだな。よし、みんな行くぞ。
のナビは私に任せろ。押し返すぞ。信じられない。どうしてここに。私は止まらない。使いこなせるか？吉沢さん？君たち、まさか自分から幸せを捨ててくるなんて。なぜだ？ありえない。丸木先生なんですよね。そうだよ。
君たちはなぜ。なんでだよ、なんで先生がパレスにいんだよ。彼がパレスの主だからだよ。なそれとこの歪んだ現実を作った張本人です。君たちの幸せのためなんだ。幸せ？そうだ、僕は君たちの望みを叶えたかった。幸せってどういうことだよ。本当にそう。いや、何でもない。君たちに僕の作る現実を否定する意思があるのは分かった。戦うのであればそれに応じるよ。僕けどまだ交渉の余地はあると思う。それに今は戦いより吉沢さんの回復が先だろうから。また逃げる気ですか。今ここで戦うのもいいけど、君も消耗してるはずだよ。吉沢さん。まだ時間はある。そうだな、2月3日だ。2月3日に君たちの最後の結論を聞こう。その日まで考えが変わらないようなら、もう力でぶつかり合うしかなくなる。そうなることは望まない。でも僕も譲れないんだ。誓ったんだよ、大切なものを失ったあの日に。反応消えた。追いかけたいけど今は無理そうね。一旦出ようぜ、吉沢も休ませねえと。来る時も驚いたが、異世界ナビの復活、そして現実でも見えているパレス。とりあえず現実がおかしくなってるっぽくて、それに関係してるのが丸木先生なんだよね。なあ、お前はどこまで知ってんだ。丸木先生がこの現実を作り変えた、私たちの幸せのために。さすがに理解が追いつかないな。混乱中のとこ悪いけどいいかな。そうだよ明智、今さら警戒しなくていいよ。君たちをやるつもりならとっくにそうしてる。戦う気はないってことね。君たちとの決着はもうついてる。それにマルキの作った現実を認めないという点で彼と目的は一致してるからね。利害の一致ってわけか。君たちはどうなんだい。君たちがさっきまで理想の現実とやらにハマってたところから見ても、マルキが本気で僕たちの幸せを思ってるのは事実だ。歪んでるとはいえ、今まで君たちが改心させてきた大人たちとは違う。それを知った上でマルキと戦う気はあるのかなって。なぜそれを。現実そのものを歪めるような相手なんだ。戦力は多い方がいい。君たちも目的が同じなら手を組んだ方が効率的だろ。僕はもう行く。さっきのこと考えておいて。おい！ったく。吉沢、大丈夫か？
たし。はい。すみません、私、皆さんにご迷惑を。そんなんいいって。ここで無理に話し合うより今は一旦解散した方が良さそうね。だな。また明日。つか明日から3学期じゃね。学校行った方がいいよね。これからどうするか全然決まってないけど。マルキは2月3日まで待つって言ってた。時間はまだある。焦らずどうするか考えようぜ。いや、おかえり。お前ら一緒だったのか。双葉、なんかあったのか。なあ、宗次郎、お母さんは。お母さんってお前、若葉のことで何かあったのか。ううん、なんでもない。なんとなく思い出しただけだ。ならいいけどよ。俺もさっきあいつのことを急に思い出してよ。俺はそろそろ帰るが、双葉はどうする？うん、私はもう少しいる。そうか、あんまり遅くなるなよ。じゃあ後のことを頼むわ。お前も明日から学校なんだし遅くまで起きてんなよ。お母さんもういないんだな。宗次郎もそう認知してた。そうだ、助けに来る前のこと話してなかったな。今日お前がお台場に向かった後、みんなここに集まってたんだ。今のはって、お前の我が輩。そうだそうだよモナ。そうだよモナ、猫だし。猫じゃねえ。あ、いや猫で合ってるな。なぜ俺たちはこんな。けど考えてる暇はないかもしれねえな。そうだ、彼はお台場に行くって言ってたのよね。私たちも追いかけよう。で、お台場に行ってからはパレスがあって、私が怠けてる間もずっと戦ってくれてたんだよな。ごめんな、ずっと心の奥ではおかしいって思ってたんだけど、お母さんと一緒はやっぱり楽しくて、私考えるのをやめたんだ。でもお前のおかげで目が覚めた。もう大丈夫だ。心配無用だ。私は明日から学校なんだろ。夜更かしして遅刻するなよ。今日はいろいろありすぎた。我が輩たちも早く休もうぜ。
Without grasping it, the real question.